楠本早間楠本早間から1883年3月18日は、江戸時代末期から明治時代にかけての儒学者。名は片倉、後に後、里藤氏、字は、白赤月、葉山と合した。弟は、儒学者の楠本博史水。妻は、近藤氏。平戸藩の在京藩士、楠本忠次中治門の長男として、紀前国枯れ木根群張尾と葉山に生まれる。 幼児より学問好きで村内に住む近藤新衛門について、論語や大学などの素読から始め、15歳の時に平戸の藩校一新館に留学した。一新館で5年間学んだ後、平戸藩に出資し、警視局に勤める一方、九州各地に旅して、広瀬丹僧、草場灰川などの当時すでに名の上がった学者と交わる。 やがて、藩で重きをなしていた学者の葉山外見に認められ、1851年に、命により、江戸に上り佐藤一歳や大橋突案に学んだ。1853年に、父の病気により、平戸に帰ると、直ちに維新官教授に任せられたが、ほどなく藩校の教育内容の改革を、巡り藩校内や藩上総部と対立したため、教授を辞し、張りを液教した。 約八年間をハリオ島で過ごした後、藩主松浦船からのたびたびの混成により、再び平戸に出て、事故として藩主の教授をし、命により、藩政にも参画し反論を受教をもととする、尊皇へと導いた。1867年に倒幕申請のため、大阪に滞在中であった、明治天皇に松浦船が大学を進行した際、公表を得たことから、 その教授である葉山の名も全国に知られるようになった。維新後、平戸藩県第三次につき、なお、教書院を開き学生を改め、また税を軽くして、民生の安定を図るなどの反省改革に、廃藩まで当たった。この時期、西郷隆盛はじめ、政府用人にもしばしば手紙を持って、権限を行っている。廃藩地県で、平戸藩から、平戸県、 ついで長崎県と改まる中で、葉山の意見が入れられなくなるようになり、また健康状態も優れなかったことから、1881年4月に、かを辞して再び、ハリオ島に帰った。翌1882年8月、その地に、広志水,水と共に、大鳥なる書院を開設して、シテーラを教育した。そこへは、霊明が高い葉山の教えをこうと、 全国から多数の門人が集まった。その門人の数は400名に上り、小手伝安定、宮崎八郎、沖定介、菅沼定風、菅沼修二郎などを輩出した。漢学者の三島中州は、北総紀の著者であった帝光徒ほどお都外の兄弟に、たとえ、葉山、広志水兄弟を最下位の二ほどと称している。1883年3月18日、 中部により死去した、去年56、ありがとうございます。